皆さんこんにちは。音響空間デザインのプロ、和戸慎並木です。このチャンネルでは音にお悩みの方にお答えできるようなプロの情報とプロの知識を発信させていただいております。今回も音を防ぐ部屋、防音室を検討する際に比較できる内容を発信させていただきます。今日も何回か言わせていただくようになると思うんですけど、防音室の比較は金額だけで判断しては絶対にダメです。この動画を見ていただくと、防音室の検討で相見積もりですね、相見積もりをいくつか取った際に金額のトータルだけではなく工事の内容などについてもちゃんと比較検討できるようになりますので、ぜひ最後までお楽しみいただければと思います。ポイントとしては大きく分けて今日2つですね。本当に皆様がお気に入りの部屋を完成することができるのかっていうのを見積もり書から判断することができます。そしてもう一つ、性能保証というものがされているのか、これはお客様が見積もりだけでは判断できない会社との信頼関係になる部分ですので、ぜひこちらも頭に入れていただけるよう今日は発信させていただければと思います。まずせっかくね、こだわる防音室のお部屋ですから、お気に入りの空間にしたい、皆さんも思ってると思います。でも意外とそういうところまでお打ち合わせせずに、お部屋が完成しているっていう方も少なくはないんじゃないかなと思います。弊社のバトシーンのですね、防音室っていうものは防音室イコール創造室っていうキャッチコピーを持ってまして、想像力豊かな部屋にするしないと防音室っていうのは意味がないって考えてます。だって音楽を奏でるようなお部屋になってくるわけですから、無機質な病院の病室みたいな無機質な部屋よりはお気に入りの空間になった方が絶対にいいと思うんですよね。なので例えば壁紙ですね、この壁に関しては塗装というものをしているので、白い塗装をしてるんですけど、壁紙もですね、例えば木目にしたいなとか、レンガ調にしたいなとか、自分のモチベーションが最も上がる色は青なので青い壁紙にしたいなとかっていうのはあるかと思います。でそういうのをいちいち引き出してくれるような会社さんと一緒にやっていただくと一番ベストだと思うんですけど、見積もりの中に壁のクロス工事っていうのが入ってると思います。でそういった時にこういうのって一面だけ木目のクロスを貼ることができるんですかとかっていうのを聞いていただければ、どれぐらいまで自由度を持った見積もりになってるかっていうのも判断できるようになります。で床フローリングにするのか、それともカーペットにするのかなど選択肢はもちろんあるんですけど、フローリング一つ取っても無垢材と呼ばれる一枚の木ができているようなフローリングを使うのか、それとも積層タイプって呼ばれるフローリング、今最もスタンダードだと思いますけど、表面に貼られているのはプリントシートなのか、それとも薄くしたもので突き板って呼ばれるタイプなんですけど、こういったフローリングもあるので、どういったものの中からこのお見積もりで選ぶことができるのかっていうのも皆様から質問できる内容だと思います。で防音室ってとっても気密の高い部屋になってくるので、音っていうのがとても反響します。お風呂場ぐらい反響すると思ってください。なのでその余分な音を吸うための吸音パネルっていうものも必要になってきます。でその吸音パネルは、じゃあ既製品の白と黒とグレーから選べますっていうだけなのか、それともオリジナルで制作ができて、例えば柄からも選ぶこともできるし、皆様がお求めのこういった色、例えば青にしたい、赤にしたい、黄色にしたい、オレンジにしたい、もしくは色を混ぜたい、そんなこともできるのかっていうのを質問していただくと、このお見積もりでできますよとか、それともこのお見積もりではできないので、ちょっとお見積もりをもう一回直させてくださいっていう形で、対応してくれるような会社っていうものが防音室のプロだと我々は考えています。ぜひね、内装デザインっていうものにはこだわっていただいて、そのお部屋だけ特別な機能を加えるわけですよ、防音室って。そのお部屋をしっかりと皆様が使いたい利用用途に合わせてお部屋を作っていくわけですから、ぜひ内装は皆様のお気に入りの空間になるようなものを選んでいただき、
きたいですし、その皆様のお気に入りのものっていうのが分かんなかったとしても、お客様とこうお打ち合わせをする中で引き出していくような会社さんと防音室作りを進めてほしいなと思っております。内装のデザインももちろん変わってくると、例えばお見積もりの中で言うと、コンセントの位置なんかも、元々お部屋の中にくっついてるコンセントの位置からは変えたいよねとか、新築の場合で言うとコンセントはこことこことここにしましょうみたいな形で、レイアウトに合わせて決めていくようなことがあると思います。そういった工事もちゃんと含まれてるのかとか、あとはゆくゆくこんなところにスピーカーをつけたいから隠蔽の配管を防音室の外側に通しておきたいよねとかっていうものも防音室でも可能です。でそういったことも、お見積もりの中にちゃんと入ってるのか、あとは防音室って気密がとっても高い部屋になってくるので、換気システムですね、空気を入れ替えるような換気システムっていうものもちゃんと入ってるのかとか、その辺もリサーチできる、お見積もりを出してくれた会社に聞けばちゃんと答えてくれますので、ぜひその辺も調べてもらいたいなと思ってます。あとエアコンもありますね。エアコンもリフォームの場合で言うと、もともとここについてたけど部屋のレイアウトを考えたらここにつけた方がいいよねっていう場合もあります。でそういった工事もちゃんと含まれてるのかっていうところをいろいろ聞いていただければ、このお見積もりでどこまでのことが実現できるのかっていうのが判断できるようになってきますので、どん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 質問してもらいたいなと思います。で、防音室にとって最も重要な性能です。この防音室にこれだけの性能を持ちます、持つ部屋を作らせていただきますっていうのが我々プロが出す提案になるんですけど、この性能を保証してくれないと何の意味もないんです。性能保証ですね。施工をした後にこの数値が確保できてなかったらもう一度工事をやり直しますとか、追加の工事を発生させますけど、それは我々の方で負担します。そういった性能保証というものが最も重要です。じゃあどうしたら性能保証できるのか、これはもう簡単なんですけど、お部屋が完成した後に性能測定を行いますか行いませんかって聞いていただければ、行いますって言ってる会社はプロです。だってお客様に完成した部屋をちゃんと保証性能が確保できてますっていうのを証明するために性能測定を行うので、性能保証できる会社とぜひやってほしいなと思います。逆にですね、性能測定をしないとお客様に性能を保証することは絶対にできないですし、証明することも絶対にできないので、性能測定を行いますかって聞いてみてください。ここで性能測定は行いませんっていう会社と皆様が防音室作りをするっていうのはすごく間違いだと思っています。ぜひ性能保証してくれる会社とお部屋作りをしてもらいたいなと思っております。今回は防音室の相見積もりをですね、何社か取った時にじゃあ何を比較対象にすればいいかっていうところをお話しさせていただいたんですけども、我々の会社では当然全てお答えできております。音に関する質問とかっていうのも随時受け付けてますので、弊社のホームページの方からは LINE でのやり取りでレスポンスよく音の質問に返してお答えできるようなシステムも組ませていただいておりますので、音に関しての質問がある方はぜひこちらまでご連絡いただければと思います。それでは本日も動画を見ていただきありがとうございました。音響空間デザインのプロ、和田慎並木でした。ありがとうございます。